今回はコロナ貸付金110万円を不正受給疑い、えー、ということで生活保護を受けていたベトナム人の男が逮捕されました。えー、生活保護を受給しながら新型コロナウイルスの特例貸付金を不正に受給したとして、えー、兵庫県、 国際捜査課と兵庫署は18日、詐欺の疑いで神戸市長田区のベタム国籍の男53歳、これすでに詐欺罪で起訴されてるんですけど、これを再逮捕したということです。生活保護を受けていたら借りられないとは知らなかったなどと男は話しているということで、えー、最多保養疑は2021年5月から11月、生活保護の自給者であることを隠して、 2種類の、えー、特例貸付金計110万円を騙し取った疑いということで、えー、国際捜査課によると、県社会福祉協議会の新請時に新型コロナウイルスの影響で失職し困ってると説明していたということです。 別の容疑でも再、逮捕、起訴されており、今回の逮捕で3回目ということで、別件でね、詐欺容疑で未件で、対、にも逮捕されていて3件目ということで、まあ、どうしようもないやからだなっていうのはね、多くの方思いじゃないかなって感じはします。 で、多くの方が思うのは、生活保護ですね。外国人が生活保護を受けてるという点ですね。まあ、政治に詳しい、ある程度詳しい方であれば、ね、この日本において外国人が生活保護を受けるというのはね、当然の知ってる方多いと思うんだけど、世界を見渡すと私にかなりの数の国に行きましてね。で、えー、世界各地を行ってみると、外国人がその国の生活を受け入れるってことはなかったりする。例えば現地で働いていて、 えー、職、失職してしまって、えー、ただ、えー、ビジネスビザが切れてしまうので、一定期間以内に国を出ないといけないとるんだね。 そういったところをなしに結局失職して生活保護を受給して甘い汁を吸って日本に居続ける。そして、さらにはベトナム人は犯罪がかなり行ってますよ。毎日のように犯罪を行ってますから、そういったところで犯罪、詐欺だのね、窃盗などを行って日本で暮らして日本の治安と知性を乱しているっていうのがね、あるのかなって感じがします。 私にはベトナムね、この間行きましたし、ベトナムも元々駐在していたのはベトナム人の友達も結構いますし、えー、そういったところでね、まあベトナム人の友達いるからということを考えてあんまり悪くは言いたくない。忖度せずに言わさせていただきますけど、やっぱりこのベトナム人による犯罪ってのは正直非常に多いな、実用でね。えー、そういったところは、真っ当なね、えー、真面目な、まあ、ベトナム人もいる中で私は友達はみんないいベトナム人ですけど、 悪いベトナム人に多い中でね、しっかりと、えー、これに関しては国自体がしていかないといけないし、まずまずこの生活保護を外国人に与えるということをやめないといけないっていうのはあります。さらにはこれコロナの結局、えー、貸付金ですよね。ここも外国人に与えること自体はまずおかしいし、 えー、他にも少子高齢化、日本の少、日本人の少子高齢化なのに、なぜか外国人を与えている、これ民主党政権の時代にね、えー、作られたものですけど、そういったところを含めて、えー、外国人による不正受給、えー、こういったところを、不正申請、これを、まあ、今、今回明らかになった、ほんと、氷山の一角ですけど、 しっかりとメスを入れていかないといけないし、外国人に対してそういった、えー、援助、えー、生活保護などね、えー、支給をやめるべきっていうのはね、思うところです。えー、現在、まあ日本の経済としては、まあ良くないのが実情で、増税しなければやっていけないっていうのも、これわかるんですけど、まず日本政府がやること、記者さんがやることはですね、増税ではなくて、 こういったところの余分な支出をね、えー、やめていく。それによって、そこからじゃないかなってね、多くの方多いじゃないかなって感じがします。それを抜きにして増税っていうのはおかしな話なのかなっていうのはね、思うところです。えー、とにかく難民の問題ありますけど、とにかくこういったところ、日本に来て甘い汁を吸って生活を受けてね、えー、という外国人が結構そういった考え、まあ広まってるわけです。だから日本に来たいわけですね。えー、なのでそういったところ、 えー、外国人が甘い汁を吸ってね、えー、悪さをして生きていけるような日本でなくて、しっかりとした真っ当なね、えー、日本にするようにね、えー、変えていってほしいなといね、思うところでございます。